よろしくお願いします。イメージはここそこも揃えます。ここそこも揃えます。例えば3、上が例えば 3X とかだったりしたら 3X に揃えます。何が欲しいかって、これね、サインにくっついてる子と下が一緒になってほしい。サインにくっついてる子と下が一緒になってほしい。だから、追いついたら1になるじゃん。って感じが違うけど、これ同じだから、ここを揃えたい。ただ、勝手にさ、こいつ書いちゃダメじゃん。だから、分子にこいつ書けてあげればいいです。そしたらまた、サインでついてるこいつと同じ項を下に書いてあげればいいです。ただ、勝手にこいつらやったためだから、5の X をかけてあげる必要がある。この形があるから、形揃えたい。サインにくっついてるのと、分母を揃えたい。サインにくっついてるのと、分母を揃えたい。から、無理やりこれを書いちゃう。けど、勝手に書いちゃダメだから、帳尻合わせをする。でまずこっちは解消されたから、ね、じゃあ次こいつっつったらサインにくっついてる子が分母にいてから勝手に増やす。ただ勝手に増やしちゃダメだからそれを帳尻を合わせる。で一番最初にあった、X っていうのが、この X 分の1っていうのがいるね。だからもうこれだけ削れてると5分の1ってなったら、サイン5分の X の X が0になったらサイン0じゃないですか。だからサイン0って0だよ。だからこいつ1、こいつ1で X が消えて結果5分の1。